これを我慢しないと売れないからイギリス BBC が報じたジャニー喜多川氏の性加害元ジャニーズジュニアが顔出しで衝撃告白イギリス時間の3月7日午後9時英国 A 放送 BBC2 のゴールデンタイムで1時間の番組が放送されたタイトルはここでプレデター捕食者と名指しされている人物 それは2019年に死去したジャニーズ事務所創業者、ジャニー北川氏、去年87である。これを我慢しないと売れないから、被害を受けた元ジュニアの告発。番組はジャニー氏を j p o p 界のゴッドファーザーと表現。ジャニーズのアイドルがメディアを席巻し、街を歩けば、至る所にグッズ。 広告などあらゆる姿で存在している様子を映し出すそしてレポーターはこう切り出したしかし何十年もの間ジャニー喜多川にはある疑惑がつきまとっていました事務所に所属する少年たちに性的虐待を加えていたという疑惑ですプレデターには被害を受けた元ジャニーズジュニアの男性3名が顔を出して登場する ジュニアの少年たちは合宿所と呼ばれるジャニー氏の自宅マンションに呼ばれ食事をしお風呂に入れてもらうそして寝室でジャニー氏にマッサージをされ徐々に彼の手が下がっていくプレデターはジャニー氏の性的虐待の被害者の告白を初めて取り上げたテレビ番組となった 中でも印象的だったのが30年以上前にジュニアだった林氏かなの告白だ時折声を詰まらせながら彼は初めて合宿所を訪れた日にジャニー氏に夜通しマッサージをされ別の日にはジャニー氏から口でされたとも明かしたまた他のジュニアからはこれを我慢しないと売れないからと言われたという ジャニー氏の問題を取り上げた「週刊文春」とジャニーズ事務所の訴訟。番組には「週刊文春」の記者も出演している。というのも、日本のメディアが沈黙を続ける中、この問題を唯一正面から取り上げたのが、1999年10月から14週にわたって展開した少子のキャンペーン報道だった宝である。一つらの記事で 最も深刻な問題として告発したのが、ジャニー氏による性的虐待だった、U. ー・キョウへ来るとのいざない文句で少年たちを合宿所や滞在するホテルの部屋に招き、行為を繰り返していたのだ。キャンペーン開始後の1999年11月、ジャニー氏と事務所は、おごそ、文藝春秋に対し、名誉毀損の損害賠償を求めて提訴。 審理ではジャニー氏本人や記事で証言した少年2人も出廷した2002年3月の東京地裁判決は少年らの供述の信用性を認めず少子が敗訴メディアはその事実を大きく取り上げただが東京高裁では状況が一転2003年7月に下された判決ではジャニー氏の性虐待についてこう論じられている 原告北側が、中略、セクハラ行為をしているとの記述については、いわゆる真実性の公弁が認められ、かつ、公共の利害に関する事実に関わるものである。ジャニー氏の性的虐待を認定し、名誉毀損には当たらないとしたのだ。重要視されたのがジャニー氏の証言だ。少年たちのの性的虐待にについての告白に対し、 法廷で彼たちは嘘の証言をしたということを、僕は明確には言い難いです、と述べていたのである。その後、ジャニーズ側は最高裁に上告したが、2004年2月に上告棄却。高裁判決が確定した。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。この件の追及は、日本のエンタメ界に短期的には大きな打撃になるでしょう。 しかしそれでも芸能界とメディアは真実と向き合わなければならないと思います3つの点が重要だと感じます位置関係者特に元少年たちの人権に十分配慮すること二客観事実に照らした報道や検証を心がけること 最後に、仮に文春を除くメディアがこの件に蓋をしてきたのだとしたら、なぜ海外報道という黒船を待たねばならなかったのか、どうしたらその再発を防げるのか、徹底した自己検証を行うこと、です。どこかで聞いたことがあったけど、こんなに詳しくは知らなかった。 未成年という時点でも問題が大きくならなかったことが異様だし今もなおなぜジャニーズに顔色をうかがい無視し続けているのか世界にどう思われるのかマスメディアはわかっているのだろうか日本のニュースでロシアのプロパガンダを騒いでいたが日本もジャニーズなどに関しては似たようなことをしているなと思う ジャニーズは昔も今も闇が深い、そんな組織に業界が忖度をしまくるという異様な状態は変わっていかないといけないこの記事が Yahoo トップになっていないことが今のメディアの状況をよく表していると思う BBC がよくやってくれたが、テレビメディアは一体何をしているのだろうか以前、この問題が明るみになった時も新聞でさえソース感だったらしい。 これは相当根深い問題。海外メディア頼みなんてことじゃなく日本のメディア自体がこの問題に真剣に取り組まなければならないと思う日本は芸能事務所とテレビ局のアウンの関係にメスを入れなければ相当まずいんじゃないだろうか芸能界なんてそんな世界だと思っていましたがやっぱりショックですとてもショックです ここういういいとととはきっちりり海を出し切らないと変わりません。ただ被害者にも声を上げたいと思う人と傷口を広げたくない人がいると思います被害者の方たちがこれ以上傷つくことのないようにしてほしいですテレビの忖度報道は今に始まったことではないのだがそれにしてもテレビ報道の平等性のなさにはあきれ返ってしまう。 こんな変更報道のツケがたまったことも昨今のテレビ離れの一因になったと思う「文春」が報道していたのはよく覚えている被害に遭った少年たちの証言の生々しさにとても虚偽だとは思えなかったジャニー氏の姉であるメリー・北川氏が「文春」の取材に答えて弟は子供の頃に性被害に遭ったことがあり そのせいでここんなことをしてしてまう、と涙ぐみながら言ったというくだりを覚えているでもその後はジャニーズが芸能界を支配する状態になり記事にもある通りジャニー氏の所業について報じるメディアは一つとしてなかったジャニーズとメディアの関係がいびつなのは SMAP の解散騒動の時芸能界に興味のない私でも嫌というほど感じた g 9面オブザイヤー2017で、もう6年前になるのか、新しい地図の3人を含めた9人が受賞したとき、その授賞式の内容を報じながら、草なぎら新しい地図の3人について、フジテレビと日本テレビが全く触れないということがありました。 自分は ZIP 見てたので、新しい地図が受賞したことなんて気づかず、別の番組で受賞してたことを知って驚いたものです。ここまで徹底するのかと、よくメディアが権力批判をすることを、メディアは自我自賛しているが、日本において権力批判なんて全然ハードル高くない。日本のメディアは政治権力と戦う前に、まずジャニーズと戦って勝利してほしい。 でででなないいと何も信用できないです。結局ジャニーズ事務所の金と権力でニュースが変更されているわけですからこれはもう都市伝説では片付けられないですね日本の社会で決して少なくない人間が実態を知っていてなお放置されてきたことに恐怖を覚えますあまたのキャラクターがこういった目に遭っていたことを 本人たち含め、世間も認められない、認めたくないという気持ちが、真実をねじ曲げてしまうとすると、令和においても人間の変わらない未熟さのようなものを痛感します。